食べたいと思います。アングル定まってない、アングルが定まってない。これぐらいかな。はい、どうもバテモス協会でございます。というわけで本日は目玉焼きハムエッグのせご飯とメロン流麺、11月で賞味期限が切れちゃうんでまだまだあるから食べちゃうぜでございます。というわけでこんな感じでね、ピントはどうなんでしょうかね。いけてるんですかね。いけてるような、いけてないような、いけてるような、いけてないような感じですね。こんな感じでいい。ありがとうございます。今日もお昼ご飯いただきます。というわけでいただきます。あ、ちょっとすくうやつ、これか、これや、よし。トッピングは、天かす、ネギ、天かすネギ、紅生姜、チャーシュー、そして黒胡椒をかけてます。ああ、相変わらずうまい。急遽ロン流麺にしたんで、キクラゲは準備しておりません。こちらはハムエッグを作って塩コショウしただけ。それに鰹節、だし醤油、ネギ、天かす、ごま、海苔、紅生姜でございます。これはもうええとこや、見せ場や、いいんじゃない、いいんじゃないの。なかなかの熟してる。目玉焼きご飯でいきたいとこやけど、目玉焼きのせ混ぜご飯にしよう。よし、これはね、混ぜた方が絶対うまいかな。麺食べたい、麺食べようまでスープ飲んだのに、ちょっとこっちが気になって思った。本日は朝からちょっと忙しくしておりまして、最近ちょっと足の調子もあるんで、雨の日はウォーキングはもう休んでおります。それぐらいでないとちょっと休むタイミングはないんで、前は雨でも台風でもね、雪で、大雪でも歩いてましたけど、ちょっとそういうのを今控えてまして、ちょっと雨の日は休むようにしてます。だもんで今日は朝、昨日も今日も朝が雨が降ってたんでサボってますけども、ウォーキングは。でもお腹は減る。あ、いいね、この混ざり方。ご飯は 1.5 合ぐらいはあるんじゃないかなと思いますね、こんだけありましたらね。うん、よし、混ざった、いいんじゃない。ちょっとハム焼きすぎた感あるけど、まあこれもこれで美味しいでしょう。いただきます。最高。うん、うまい、うますぎ。うん、マジでうまいやん。こういう飯がうまいのよ、本当に。ただいま1時10分、1時から2時の間だけただいまお休みがあります。そこから2時からちょっとまた仕事をして、夕方からまたちょっとお仕事頑張って終わりかな、今日は。もう金曜だって早いわ、もう終わりだもん。うん、今日はでも2日働いてもう休みやって、驚いちゃう。お仕事入りましたんで頑張りましょう。夕方まで頑張ろう。
いいことだ、稼ごう稼ごう。月初が忙しいと嬉しい。なんか今日この月いっぱい稼げそうな気がするし。うん。あとから今月やばいなってなるよりはね、最初頑張っといて、まあ前半頑張ったし、後半もぼちぼちでいいかと思える方がいいからね。うん。今年 iPhone を買い替えた方々、もうお使いでしょうか iPhone 6T。 うん、いつまでナンバリング続けるんやろな iPhone も。私は9日以降17日までって書いてましたね。うん。数字一生続けていくのかな。iPhone20 とか30とか50とか100とか。まあ100年かかるかないか、そこはその頃に変わってるか。うん。iPhone に関しては iPhone9 だけないんですよね。9だけないんですわ、うん、iPhone8 が出た時に iPhone10 が一緒に出たんでね。なんでそんなわけのわからんことしたのかわかりませんけど、うん、iPhone9 がなく iPhone8 と iPhone10 が同世代で、そこからもう6年ですか、言うたら iPhone6T なんでね。うん、ほんとナンバーでいつまで続くんやろ。そうや、Windows もないね。Windows 8はあったよね。7と8。そっから10よね。縁起の悪い数字なん、9って。もしかして。日本でも4と9とはね、42とかね、あかんけど。ね、駐車場とかないですよね、その数字はね。外国だって縁起悪い数字なんかな、9番。うん。あ、そういや、アメリカのミュージシャンで9インチネイルズっていうのは9インチの爪。やっぱその9ってなんかあんのかな。13日の金曜日、13番は別にそうでもないでしょ、多分あるのかな。なんかあるんかね、9を飛ばす理由。マックもWindows も9がないってね、OS に。OS じゃない。うん。iPhone や OS にね。うん。
まあ、たかだか数字ですけど。私は全くもって気にしないタイプなんでね。ああでもさ、電話番号とかでもさ、なんか4とか9が混ざってる数字をがなんか残るっていう話も聞いたことあるね。意外になんかそういうところは語呂合わせいいの狙えるのかな、それこそさ4と9とか悪いって言うけどさ、よろしくとか言っていいやん、4649電話番号ね、4も9も入ってますよ。ね、数字気にしますか？私は全くもって気にならない。電話番号4444とか言ったらラッキーとかね、思うタイプかもしれない。覚えやすいし。車のナンバーとかね。7777してるより4444の方がかっこいい気がするな、俺からしたら。なんとなくね。まあそんなことを言うとりましたら、ご飯を食べ終わりまして、本日は非常に美味しい、ベーコンハムエッグ丼とロンリュウ麺、11月で賞味期限切れちゃうよう一玉いただきました。まあ程よい量で非常に満足させていただいております。というわけで本日はこの辺にしたいと思いますね。皆様ね、今日一日頑張って良い週末をお迎えくださいませ。そしてお仕事の方は週末ね、私も仕事なので一緒に頑張りましょう。というわけでごちそうさまでした。ほな。